こんにちは、ひまひよです。今日は市販のパンを使ってパパッと作れる簡単おやつを3つまとめて紹介します。それではスタート。これでおやつ作って。食パン1枚だけ。じゃあバターと砂糖を足してラスクにしよっか。おお、いいね。食パンを1センチ角に切ります。バターをレンジで加熱、ゴーゴー。食パンを入れて混ぜます。レンジで1分加熱したら取り出して混ぜるを2回繰り返します。3回目は30秒から40秒加熱します。一気に加熱すると焦げるので3回に分けてね。すぐ砂糖を入れてよく混ぜたらサクサクレンチンシュガーラスクの完成。はい、どうぞ。おいしそう、いただきます。わー、サクサクじゃん。お、耳はカリッとしてるね。食パン1枚で満足満足。揚げパン食べたいな。でもカロリー高いからな。任せといて、ヘルシーに作っちゃうよ。それでは行ってみよう。ロールパンに油を塗ります。全体にまんべんなく塗ってね。トースターで加熱、ゴーゴー。焦げやすいからお父ちゃん見張っててね。はいよ。ポリ袋にきな粉と砂糖、塩をほんの少し入れてシャカシャカ振って混ぜます。低糖質にしたい場合はアカントがおすすめ。あ、ごめん、ちょっと焦げちゃった。これくらい大丈夫大丈夫。焼いたロールパンにきな粉をたっぷりまぶしたら、揚げないのにサクふわ、給食のきな粉揚げパンの完成。うわ、懐かしい。いただきます。外サク、中ふわってめっちゃ美味しい。揚げてないからその分カロリー少なくていいよね。じゃあたくさん食べちゃおうっと。漬け込みなし、トースターで楽チン、ふわとろフレンチトースト。それでは行ってみよう。食パンを12等分にします。卵液が染み込みやすくなりますよ。卵を割り入れて砂糖と牛乳を入れて混ぜます。食パンを入れて全体に絡めます。アルミホイルの端を折って型を作ったら卵液ごと流し入れます。バターを乗せて6分くらい焼きます。トースターで加熱、ゴーゴー。お好みで追いバター、蜂蜜をとろーり、粉砂糖をパラパラしたら完成。うわー、ふわふわ、口の中でとろける。美味しくって後片付けも楽ちんって最高。この動画が良かったなって思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録で応援してね。それではバイバーイ。